デジタルシネマの振興と若手映像クリエイターの発掘育成を目的に2004年から始まったスキップシティ国際 D シネマ映画祭は今年も7月に行われ16回目の開催となりました。多数のプログラムやイベントに彩られた9日間の模様をお届けします。映画祭をおよそ1ヶ月後に控えた6月7日東京永田町の都道府県会館にて多数のマスコミ業界関係者を迎え記者発表を行いました。上田清司埼玉県知事、奥の木信夫川口市長をはじめとする実行委員会と各部門の審査委員長、オープニング作品を手掛けた3監督から意気込みが語られ、映画祭ディレクターの土川勉より上映ラインナップを発表しました。記者発表終了後、上映プログラムの街頭配布やインターネットでの CM 配信、各種メディアでのプロモーション活動を展開していきました。そして開催初日となる7月13日、国内外から上映作品の監督、出演者など多数のゲストを迎え、オープニングセレモニーが盛大に開かれました。セレモニーに続き、オープニング作品イソップの思う壺が上映されました。本作は過去本映画祭にて受賞ノミネートされた3人の監督、浅沼直也、上田慎一郎、中泉雄也が共同監督として作り上げた野心作。今話題の3監督による作品とあって、注目度は例年にも増して高い盛況ぶりでした。上映前の舞台挨拶では、監督たちと出演者の石川瑠香、井桁弘恵、グアマをはじめ個性あふれる俳優が登壇し、映画祭の幕開けを華やかに飾りました。2日目の14日から映画祭のメインとなるコンペティション作品の上映が始まりました。部門は国際コンペティションと国内コンペティションの長編短編で構成されており、92の国と地域から応募された861本の中から厳選した24作品を上映しました。上映終了後には Q&A セッションを行い、監督、プロデューサー、出演者たちと観客が直接交流して作品の理解を深めるなど貴重な機会となりました。今年の特集上映は、トップランナーたちの原点と題し、ジョージ・ルーカス、クリント・イーストウッド、スティーブン・ソダーバーグ、三池崇史といった名だたる巨匠監督の才気あふれるデビュー作を上映しました。恐怖のメロディー上映後には、午前10時の映画祭事務局員としても活躍する岡村直人氏が登壇し、イーストウッドがトップランナーへ駆け上る過程を振り返りながら、公開当時の裏話を楽しく解説してくれました。そして新宿黒社会チャイナマフィア戦争の上映後には、三池崇史監督と主演の椎名桔平さん、プロデューサーを務めた土川勉が登壇し、撮影現場の苦労や映画作りの熱意を語り合いました。恒例となった日本語字幕と音声ガイド付きで鑑賞できるバリアフリー上映では、昨年社会現象を起こす大ヒットを記録したカメラを止めるなを上映し、こちらもたくさんの方にご来場いただきました。関連企画では、スキップシティに関わるさまざまな企画が繰り広げられました。カメラクレヨンでは、彩の国ビジュアルプラザが実施する映像学習プログラムや、川口子ども映画クラブが制作した作品が上映され、 NHK の番組制作プロデューサーなどから好評もいただきました。子どもたちには映像制作の励みになったのではないでしょうか。授乳スペースを備え、ベビーカーを同行可能なママシアターでは僕の帰る場所を上映、メイドインスキップシティではスキップシティを拠点とするクリエイターが制作した埼玉県の魅力が詰まった作品が2本上映され、舞台挨拶も行われました。
上映作品の一つ飛来神は180度遠周魚眼レンズで撮影されており、プラネタリウムのような半球型スクリーンで鑑賞するドーム映像版の上映も行いました。進歩し続ける映像技術を身近に体験できるスキップシティの映画祭ならではの催しとなりました。さらに埼玉関連映画上映と題した企画では、 JR 川口駅前にある映像施設メディアセブンを会場に、埼玉県内で撮影された2作品、とってもゴースト、遅れ咲きを上映、監督、出演者による舞台挨拶やトークショーも行われ、より楽しい場となりました。上映会場の外では、地元企業や団体の協力のもと、夏祭りが開催されました。屋台、ステージイベント、盆踊りなど、家族で楽しめるたくさんのイベントが行われ、大いに賑わいました。また、映画制作ワークショップなど、映画祭ならではの催しも実施しました。例年人気の企画、野外上映を楽しもうは、雨天のため会場を屋内に移しての開催となりましたが、子どもたちや親御さんたちのにこやかな笑顔がありました。7月21日最終日、9日間にわたった映画祭もいよいよクロージングセレモニーを迎え、最終審査を経て決定されたコンペティションの受賞作品が発表されました。国内コンペティションでは、短編部門観客賞に佐藤拓磨監督、歩けない僕らは、長編部門観客賞に芳賀隆監督、鈴木翔監督、愚か者、短編部門優秀作品賞に宇都野達也監督、遠い光、長編部門優秀作品賞に坪井拓監督、サクリファイス、スキップシティアワードは磯部哲平監督、美は未来の美が受賞しました。すごいデジタル化が進んで、クオリティは皆さんすごいアップして、もうこのまま劇場でかけられるんじゃないかという作品もいくつかあったと思います。一方でなんか本当に何でしょう、もう作りたくてしょうがないパシオンに満ちた、ほとばしるような、そういう映画はちょっと近年なかなか見せてもらえてないなと思って、それはちょっと残念かなと思ってます。私も自主映画出身で、皆さんがどれだけ映画作りたくて作りたくてしょうがないかっていう気持ちは本当に分かっているつもりです。10年後20年後ずっと作り続けてください。今日はおめでとうございます。国際コンペティションでは観客賞にマッツ・グルードゥ監督、ザ・タワー、審査員特別賞にハサン・ファジリ監督、ミッドナイト・トラベラー、監督賞はウラーサリム監督、陰謀のデンマーク、ナデジダ・コセバ監督、イリーナの2作品、そして最優秀作品賞にはマッツ・グルードゥ監督、ザ・タワーが輝き、観客賞とのダブル受賞を果たす快挙となりました。各賞受賞された皆さん、本当におめでとうございます。国際長編部門でいうと10本の作品、それは、いずれの作品も、素晴らしい作品でした。次の世代の人、新人という方が作られたというふうにはとても思えない、レベルが高くて、技術的なレベルも高くて、志も高い、作品ばかりでした。そして我々最初戸惑ったのは、その10本それぞれが映画でいういわゆるジャンルが違う、そのサスペンスもあれば、自分の居場所を失ったような、移民といいますか、いろんな、それもいろんな国の状況があって、いろんな事情があってという、そういう状況に置かれた人間の内面を描くという、そういう作品も数多くあって、しかもドキュメンタリー作品もあって、アニメーションもあってという、いろいろ映画ってジャンルでくくられて、その中で優劣を競ったりっていうものなんですが、それはもっとこの映画祭っていうのはフリーで、作品の垣根はありませんという、まさに、この映画祭らしさというのはそこにあると感じました。国際コンペティション、国内コンペティション、長編部門、短編部門、受賞者の皆様おめでとうございます。今年も
各コンペティションはそれぞれの作品の力が拮抗していて、功を続けがたく審査が難航いたしました。紛糾こそしませんでしたが、静かではありますが一つ一つの作品に熱い論議がなされました。今年は一つの賞に二人の受賞というケースもございましたが、これは決して苦渋の選択というものではありません。一人でも多く審査員から才能ある作家に対しての今後への激励であると解釈してください。この映画祭を陰で支えていただきましたすべての皆様、そしてこの映画祭に参加していただいたすべてのゲストの皆様と観客の皆様には、この場をお借りして感謝の意を表したいと思います。本当にありがとうございました。 So it was I was wondering how the Japanese audience could appreciate our film, because first of all the film is deals with geopolitical issues, but because also our film deals with transmission, with memory from one generation to another, with what is the what can be the future of an 11-year-old living in a camp, how can she see her future. So we were pleased to find out that this is a kind of universal story, and that it reached, it seems to have reached very deeply the audience, because I had quite a lot of people coming to express their enthusiasm, to express their emotion. So it was very pleasant. It's my first time in Japan, and my family name is Kitano. So it's a very special moment, and I'm very glad that we were able to share our film with the Japanese audience. I didn't see the film at both screenings with the audience of the cinemas, which was almost packed at both screenings, stayed for the Q&A. It's a great feeling for a filmmaker who's put efforts and years of his life to create something, to share it, and then to have such a warm response from the audience. Also, the Q&As I had here in Japan, at Skip City Festival, were also very intense. Many intelligent and precise questions were asked. Also, it is always a surprise to get an award. You don't expect it, so I'm very happy and pleased to have won this award. And it means a lot to me. It's encouraging as a young filmmaker to get awarded such an award. Then it resonated in such a way that it did. It seemed like the questions they had, the emotions they had, the reflections they had about the film were very alike in Denmark or in Holland where we were. So it was in a way encouraging to see that it's very universal, the language of cinema, and that it somehow translates throughout our cultures and our history and our countries. このスキップシティっていう映画祭に1週間以上通わせて僕も楽しませていただいて、すごい多様性に富んだ映画祭だなと思いまして、初めての長編監督作が参加できたのはこの映画祭で、そういう面において本当に嬉しいなって思いました。物語とか映画っていうのは何か悪いことが起きた時にすぐにこう対処できる力があるものではないと思うんですけど、それからしばらく時間が経ってから来るものに対しては大きなこう盾となれるものだと思っているので、そういう盾となる誰か人の心を守れるものをどんなに辛くても時間がかかってもちょっとずつでも作っていけたらと思っています。すごいこうスキップ参加してみて本当に特殊というか個性的というか、観客の人との距離感っていうのがすごい近い映画祭だなと思いましたし、こういう場所で映画を上映できるっていうのは本当にすごく貴重な経験だなと思いました。
そのまだ見たことのない風景だったりとか、まだ見たことのない人同士の会話だったりとか、そういうのをこう観客の皆さんに見てほしくて映画を作ってるので、日本映画ってすごいんだって思ってもらえるような作品を撮れるように頑張っていきたいと思います。映画っていうのは、まあ、僕らの方で完成したとしても、まだ完成とはちょっと違うと思ってて、やっぱり映画ってお客さんに届けて、それで初めての映画が完成するかなと思ってですね。でそういった形でお客さんに素晴らしい反応をもらえてですね、こういった観客賞をもらえたってことがもう本当に何よりも嬉しいです。上映の時にですね、僕観客席の方から見ていて、まあ、いわゆるその一観客というような形で、まあ参加していたんですけども、まあ、お客さんと、まあ、連帯感ではありませんけれど、こちらが狙っていたところでやはり思い通りのというかリアクションをいただいて、そこで自分個人としても嬉しかったですし、作っていながら展開が分かっていながらも自分自身でも反応して、まあ、笑ってしまったりとかリアクションできたなっていうところは、まあ、非常に幸せだし、貴重なというか珍しい体験だったなっていうふうには感じました。僕ら2人とも子供の頃からですね、ターミネーター2という映画もう大好きで、まあ、そのように世界中の人に届けられるような、まあ、史上最高の娯楽映画を作れたらもうとても嬉しいなと思ってます。はい、ジェームズ・キャメロンのような監督を目指して頑張っていきたいと思います。まあ、題材が、回復期リハビリテーション病院という、突然歩けなくなってしまった方々にリハビリをする、セラピストと患者の、物語だったので、正直やっぱり撮りながらすごいこう、まあ、歩ける自分がこの映画を撮るべきか、撮る意味は何だろうっていうことを悩みながら撮影していたので、今回こういった観客賞っていうお客さん方が、この映画を見てなんかいろいろ感じていただいたのかなっていうことが本当率直に嬉しいです。で、映画を撮り続けるために自分は何をしなければいけないのか、映画にできることみたいなものをこれからもっと考えていきたいですし、勉強しながら、まあ、映画を撮り続けていきたいと思います。去年短編でもらえて長編で帰ってきますって言って、いやもうまさか本当1年後とは思ってなかったんで、まあ、でも去年のスキップのグランプリ短編のおかげでなんか長編に挑戦しようって踏み出せたみたいなところがあって、で長編を取って来れただけで光栄みたいなのがあったんで、まさかまさかで何も考えてないっていうところが正直なところですけど、この賞を励みにまた新しい長編を撮ろうかなと思ってます。帰ってこれたら嬉しいです。また9日間に延べ 49,020 名の方にお越しいただき、本映画祭は盛況のうちに幕を閉じることができました。スキップシティ国際 D シネマ映画祭は時代を担う才能を発掘し、映像産業の発展に寄与するとともに、映画を通してより新しい世界と出会える場となるように成長していきます。